ランベスロンドン自治区は、イングランドのロンドンの南部にある、ロンドン自治区で、インナーロンドンを構成する区の一つ。1963年ロンドン政府法により、設置された。ウェストミンスター宮殿の南東大岸、テムズ川南岸、ノースランベスには、ランベス宮殿があり、ケニントンには、クリケットの聖地ジオーバルがある。ボクソールには、ミロク本部が置かれている。また、 ハーグとロンドンに日本社体制を敷くセブンシスターズのロイヤルダッチシェルはサウスバンク地区にロンドンアイに接してロンドン本社のシェルセンターを置いている。クレーターロンドン内では北東端から東側にかけてテムズ川対岸シティオブ、ロンドン、サザーク区、北西から西側にかけて同テムズ川対岸ケンジントンチェルシー区、ワンズワース区に接する。南西観足は ウィンブルドン地区があるマートン区、南側は黒いドン区、南東炭側はクリスタルパレス地区がまたがるサザーク区およびブロムリー区と接する。ありがとうございます。